です,ね、すっかりいい空気になったところにこう入ってくるというのはなかなかなかな,かなんかてっきり司会の方がなんかこう次は渋谷さんです的なことがあるのかと思って油断してましたこの空気を俺自ら破壊しなくてはいけないという、えー、ミッションから始まる私のセクション12分ほどお付き合いくださいね、えー、ちゃんと僕はクリスチャンなのに時間を守るんですよ <laughs> えーねえ <laughs> この間なんだっけな、宣教師の友達が、クリスチャンは時間守んないよねってって2人で盛り上がってた、2人ともクリスチャンなのにね、ちゃんとタイマー使ってますからね。<laughs> えっとですね、あの、これ僕の今日のパ,パート2のちょっとモノローグのことをちょっと皆さんとシェアをしようかなというふうに思ってます。 えっと、簡単に私ね、来るなりね、これは付けさせられるしね、なんかこんなもの渡されるしね、俺普段全然こんなのやらないのですよ。あの、TED みたいになって、なんかちょっと、ちょっと不慣れな戦いをしてる感じがします。 えと、簡単に自己紹介します。あの、簡単じゃねえな。結構長えな。<laughs> これやってるうちに12分終わっちゃったら、俺もクリスチャンの仲間入りで。あの、脚本か、映画監督、舞台演出か、俳優などいろいろやらせていただいてます。代表作はですね、短編映画、自転車という作品で、ベネジア国際映画祭に入選しました。えっと、去年やったワウワウのドキュメンタリーの構成担当したもの、これ、エミュー賞にノミネートされたりとかしています。 最近はですね、長岡造形大学というところで、えー、と映像の脚本を教えたり、それから新作は吉本クリエイティブエージェンシーさんの制作の、えー、と地域の映画ルーツというものを監督しまして、これ今度の7月に、えー、と上映されます。8月から12月は5本の舞台を、えー、描くか演出するか、描いて演出するかの両方で5本ほど今年はやらせていただきます。そんな感じの人間ですね。えー 簡単にあの,モノローグの紹介をしていいいいきたいという,ふうに思います、えっと、日本ではねあんまり馴染みがないのでちょっと僕のやってることっていうのは割と草の根運動みたいな感じなのかなというふうに思います。あの日本の方にモノローグっていうとなんかあのプロローグとエピローグの親戚みたいなふうにちょっと思えること多くて「な何ですか?」って「きょトンっていう顔をまずされるんですね。 えでそのたびに「まあ一人芝居」とか「独白」っていう言葉は聞いたことがある人多いんでそういうもんですよっていうふうに説明しますえっ、ー、とですねあの海外では結構モノローグってスタンダードになってますあの俳優さんとか目指してる方とかでもあのオーディションにこういくつか持ってったり、えー、そのいくつか自分がこういつでもできるモノロこグを5本持ってたりとかするんですね、えー、と例えば あのジュリアードに演,演技の方で入ろうとするとあのモノローグを4本確か現代のモノローグ2本と古典を2本、えー、やらなきゃいけないとか、えー、そういったことが求められるのが、まあ、当たり前になっていますまたあのアメリカだとこうモノローグっつってこう検索できるんですよねあの男性30代2分のモノログ、えーグコメディ悲劇とかっつってそうするとこういくつもリストが出てくるんです。 でそれぐらいこう広く使われているツールでしかもフリーでたくさんあるからその俳優さんたちが豊かに自分のことを訓練したり、えーまあ、いろいろチャレンジができるわけなんですねえっと <coughs>、まあ、そんなデータベースがあるくらいなんですけども日本ではそれがほとんど、えー、なくてですね僕はそれを変えていきたいと思って、えー、そういった本を作りましたで、まあ、なんで必要かなっていうところにあの話がいくと思うんですが、あのー まあ、例えばそうだなまず1人で訓練できるっていうところが、えっと、かなり大きなアドバンテージなのかなっていうふうに思ってます。その例えば地方にいる俳優さんで俳優の友達がいないとかシーンをやりたいけどもシーンパートナーがいないとかっていう場合でもあの使いやすかったりオーディションで使えたりとかいろんな方法が、まあ、あります。 で僕はこれをこうフリーにしていっていろんなところでも勝手にダウンロードできるようなものが増えていったりすることで日本の演劇界映画界を豊かにしていきたいなというビジョンのもと行動しています。日本だとね一人芝居ってのはかその役者さんがあの自分の持ち物みたいなふうにして演じる傾向があって大竹しのぶさんの一人芝居は大竹しのぶさんが演じるものというふうになんかイメージとしてあって別の人がやるとか。 それを別の人に渡して違う人が演出するとかそういうふうにこうなんかツールの共有みたいな、えー、台本の共有っていうのがなってないので私の作ったものは基本フリーですよっていうふうに言って、えー、いますちなみにそのモノログどうしてこう役に立っていくかっていうとあのこんなふうにその最近の映画とかなんかはもうそこにいないものを対象にいるかのように演じな,演じなきゃいけない ケースがどんどんん増えていますこれなんかもうひどいでしょこれ相手にさこれ相手にさどう気持ちを込めろっていうのさこれいやさスタッフさんさこれハリウッドの対策なんだからもうちょっとなんかなかったのかなって思わないでもねこれ相手に涙流したりとかしなきゃいけないじゃその時に何が必要かって言ったらモノローグをやることで訓練できる能力なんですね はい。こんなようなことをあの必要だなと私は考えて、えー、今、この本を出してるんですね。で、今、いろいろと実は広まってます。えっ、ー、と、アクティングスタジオの、えー、とテキストになったりして、俳優が訓練に使ってくれたり、えー、その流れで声優さんたちがこの本を見つけて、えー、使い始めてます。毎月一本、こう、ショールームでやってくれたりとか、公演をやるとかっつってやってる仲間たちとか、全然知らない人たちもやってくれてたり、 それから地方にいる俳優志望の人たちのツールになったり、まあ、映画監督とかプロデューサーがオーディションやるっていう時のまあ台本になったりあのワークショップする時の台本になったりと 例えばあの、この僕の本の中にはあの、酔っ払いのモノローグっていうのがあります。で、じゃあ、演技あの、オーディションするときに、この俳優さん、あの酔っ払ったときの演技できるかなっていうときに、そのパッとそのモノローグを使って、ちょっと読んでもらったら、それができるかできないかとか、わかります。そんなふうにして使えるツールとして作りました。でも、だんだん異例な使い方も増えてきて、えっと、この間は外国の方に、に中国の方に、現代の口語の日本語を教えたいからって言って、買ってった人がいました。 なので、どんどん広がってるんだな、というふうに、えー、嬉しく思います。<laughs> このあ、あの、こ瞬間的にですけど、あのー、アマゾンの、えっ、ー、と、しえ、げえ、曲と詩のランキングの7位まで一回行ったことがあって、それ結構すごいことで、の周りには、上、シェイクスピアとかチェーホフとかがいるところに、僕の本が一瞬だけ、30分ぐらいだけランクインして、やったーみたいなね、 えー、まああのでちょっとねもし興味のある方は見ててほしいんですけどもアマゾンでも今のところ16のレビューがあって全部星5個なのでよかったらね、えー、見てってくださいえー、っと1個実演したいと思います、まあ、こんなもんだよっていうものをえー、っとお見せしたいと思います、ね、さっさとやんないともう時間がねちょっとねせっかくクリスチャンバカにしながらやったの俺が結局そのあれになっちゃったら大変なことになっちゃった そうなんですね。これは、あの、セールスの電話がかかってくるというモノログで、うちは、あの、やたら、あの、マンションの、えっ、ー、と、電話がかかってくるんですよ。マンション買いませんかってって。買うわけないじゃないかっていう感じなまあ、もしね、この,あのほん、仕込んでたんだったら、音響さんの仕込みで、こう、ピリピリピリとかってなるようなのを入れたいところなんですけど、まあ、ちょっとすみませんね。はい。はい、渋谷です。あはい。え。 いや、うちは本当にマンションっていってもそう簡単にはそ、うんええ、あの本当にそんなお金なくてですね、そしてあの会っても別のことにとかうか、ん、ね、ええ あのうちの番号って何かに登録されてるんですかねいやここのところすごいんですよもう毎日どころか多い日はなんか1日に2回も3回もなんか切っても切ってもかかってくるしもうなんかなんかゾンビか何かと戦ってるみたいな気分ね、うん、はいああの管理会社が入ってくれるのも知ってますあのだから思うほど大変じゃないってくだりですよねあの僕こういういの苦手なもんで えとりあえず聞いちゃうもんでするとまああのいつ呼吸してるんだろうってくらい喋りますよねあなたたち <laughs> 詳しくなっちゃいましたよなんかこれだけしつこいとなんか怒りを通り越してもはや悟りの境地っていうかあすいません何さんでしたっけ久保さんあの久保さんの,あの下の名前は高幸さんえじゃあ久保高幸さん、えっと、電話番号教えてもらいます いやいやいや、会社じゃなくて個人の。そうですよね。なんでですかってなりますよね。いや、知らない人からいきなり電話来たら嫌ですよね。<laughs> これがそれです。<laughs> だからそうやってまくし立てれば売れるもんなんですかなんかコミュニケーション取ろうっていう発想ないんですか僕いつでもガチャってやれるところちゃんと説得しようとしてるでしょあなたも僕と向き合ってください。 試しにゆっくり話してくださいほら次はほらあの少子化だけど都心におけるマンションの需要は増えてるって下りに持ち込むとこですよねはいどうぞ <laughs> 下手だな <laughs> いやもうごめんですけど響いてこないえっ、ー、と久保さんでしたっけ久保さんひょっとしてまだマニュアル見ながらやってません やっぱりね、あ、通りでね、<laughs> ごめんですけど、響いてこない,い。今ね、あなたの声から聞こえてくるのは、なんか、どうせダメだろうっていう諦めと、なんか、いつ切られるかわからないっていう恐れ。まあ、どう思います諦めと恐れを抱えながら売れると思いますマンション。しっかりしてくださいよ。あなたより上手い人、今週だけで、あと3人は思い浮かびますよ。あの、彼らはね、情報を小出しにしつつ、 こっちの注意を維持するために質問を混ぜてくるんですよちょっとやってみて <laughs> 久保さん久保さんあなたが売ろうとしているのは何ですかはいブーマンションじゃありません <laughs> あなたが売ろうとしているのは夢とかより良い未来とかそういう形のないものなんです 人間ね、食べるものがあって寝るところに困らなければそういうことにお金を使いたがる生き物なんですこれあなたの仕事の大前提きっとね久保さんは今売ろうとしているものに自信がないんですよごめんですけど初めて黙りましたね <laughs> 久保さんあなたは負けるために生まれてきたわけじゃないあ僕と一緒に行ってみましょう私は 負けけるたために生まれてきたわけじゃないいいですかせーの私は負けるために生まれてきたわけじゃないそう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 ,そうもう一回もう一回ご一緒に私は負けるために生まれてきたわけじゃないそうあなたはこれから受話器を取る前に必ずそう自分に聞かせて電話かけましょうねじゃあ今日はこんくらいにしときましょうか。 久保さん、練習したかったら、またいつでもお電話ください。あこんな感じの。<laughs> <laughs> はい、えっ、ー、と、以上でね、12分が経過しましたけれども、物販のお知らせ、外に今のこの収録、あと38本入ってます。こんな感じのものが、面白いものもあれば、悲しいものも入ってます。 これが合計39本入ってる本と、僕の過去作品なども売ってます。こんなね、ぎょうぎょうしい受賞歴のものもありますので、えっ、ー、と、本日はご清聴ありがとうございます。ツイッターやってます。よかったらフォローしてください。ありがとうございました。